こんにちは、こんばんは、ねむねむボイのひなりです。はい、朝の支度が終わってお昼ですね、なんですけれども、たくみくんはいません。うわ、なんか今日今なんかちょっと下からアングルでめっちゃ顔丸く見える。むくんでんのかな。これから家事をしていきます。最近ね、こんなところで言っていいのかわからないけど、たくみくんが家事してくれないんよ。本人も自覚があると思う。っていうか、なんかまあ今までもなんかちょこちょこは言ってたんだけど、いや別に怒ってるとかじゃないけど、どうしたもんかなーっていうのを今考えてて、なんか前までは家事分担とかちゃんとしてたんだけど、なんかそれがちょっと曖昧になってきてたりとか、まああとなんかあるじゃん、人によってさ、今なんか頑張れる時みたいな、今週なんか頑張れないみたいなのあったりするから、まあしょうがないかなと思いつつも、なんかさ、ここ最近なんか言ってからやるとか、それがね、なんかね、ちょっとまあ気になってて、もう怒ってるとかじゃなくて、どうしたもんかなっていう風に思ってるんだけど、言う人いないじゃん、こういうのってこういうのってさ、たくみくん以外に言う人いないじゃん。愚痴ってほどでもないし、まあ愚痴になるのかな。なんかこう軽く聞いてくれる人がいたらいいなと思って、家事をしながらちょっと文句をというか、溜まった家事をとりあえずしたいと思います。じゃあまずは洗濯から行こうかな。ゴー。よいしょ、洗濯機に来ました。詰め込んでいきます。そもそものね、役割分担で言うと、話してなかったんでちょっと言いますけど、料理が私、洗い物がたくみくん、洗濯を分けて洗うのが私、畳むのがたくみくん、取り込んでっていうか、うちはドラム式なので乾燥まで基本かけることが多くて、まあ物によるんですけど、服によるんですけど、それをこう洗濯機から出して畳んでくれるのがたくみくん、掃除は2人って感じなんですけど、最近洗濯物がね、洗い終わってもね、たくみくんはね、全然取り込んでくんないの。で、まあでも忘れることもあろうと思って、私も洗濯そういえば終わってるよーとか言うんだけど、あーやるやるとか言ってやんない、マジでやんないの。もうびっくりするぐらいやんないんで、やなくて、言ったら回収してくれないと次の洗濯に行けないわけよ。溜まってきてるな、洗濯したいな、でもこれさ、取り込んでくんないな、もういいや、じゃあ取り込むかってなって、まあ自分で取り込んで畳んで、畳んでるのたくみくんが、ごめん忘れてたとか言って、これ終わったらやれねとか言うんだけど、もう遅いわけ、それはもう私の中では。あ、だからもう、いやもういい、次やってねって言うんだけど、ちょっと次の時は絶対にやるわとか言って、まあ次の時は絶対やんないんですよね。だから結局私が洗濯を全てやっている感じ。まあそもそもなんでこういう順番にな、こういうね、ルールになったかっていうと、洗濯を畳むのが私が下手くそ、まず。まあ、それが気になると。じゃあ、たくみくんが畳んだ方がいいねって、私が畳んでも結局畳み直したくなっちゃうんだったら畳んだ方がいいねってなって。で、逆に言ったら洗濯物を回すのは、たくみくんが、この白物とか、これは乾燥かけちゃいけないとかが、いまいちわかんないみたいな感じでこと言ってて、私はでもそれが気になる。これは洗濯乾燥までかけて欲しくなかったとか、そういうのが気になって、じゃあ私が洗濯回した方がいいねってなって、まあそれ納得の上でのやつなんですね、この分担は。納得の上で分担してるわけ、お互い。多分。不平等だとかね、平等じゃないとか、見てる側からしたらこっちの方が負担多いんじゃないとか思うかもしれないんですけど、うちはアリエールです。これめっちゃ楽ってことに気づいた。でもこれだと、なんか少量洗いしたい時とかには、ちょっと一個が量多いなと思うから、普通の洗剤もあって、使い分けてます。まあそういう感じなんですよ。今だけなのかな？この1ヶ月がたまたまかな？って思いつつも、今ちょっと気になる。ちゃんとルールを設けて、私が洗濯っていう係になれば、まあなんか、やってあげてる感は出なくなるわけじゃない？私の。今はなんかさ、たくみくんの仕事なのに私がやってあげてるみたいな気持ちに、どうしてもなっちゃうわけ。なったらもう、いっそのことはもうあなたの仕事です。私の仕事ですってなった方が嫌な気持ちにならないんじゃないかなっていう風に思うわけですよ。で、ちょっと洗濯が終わったのでちょっと前から終わってたんだけど、洗濯が終わったので掃除したいと思います。 GO！ こいつがね、やっぱね、めんどくさくて捨てるのまとめちゃうんですよ。なんか最近気づいたんだけど、名もなき家事を実感しています。今実家にいた時はさ、お母さんがやってくれてたんだなって思うとすごいありがたいよね。マジで申し訳ねえって思うもん。これをね、潰す作業が私に嫌いなの。だからちょっとやらない。なんかすごい手が痛くなっちゃって、ペットボトルを潰す作業が嫌いでね、この前のさ、洗い物をね、片すところから始まるわけです。洗い物担当は、たく
みくん。だけどまあこれに関しては家で料理しなくてもさ、飲み物だけ飲むだけでも洗い物は増えるし、洗い物の方が量が多くなっちゃう、量っていうか回数が多くなっちゃうかな。まあでも逆に言ったら料理の方が費やす時間は長いわけだから、まあこれは平等かなって私は思ってるんだけど、まあでもたまにやる洗い物は少しとかだったらね。でもなんか最近思ったのが、洗い物が終わっていないと料理をする気が起きない。実家にいた頃はさ、お母さんにさ、洗い物だけやっといてよとか言われてさ、ういーってさ、でもちょっとテレビ見ちゃったりとかしてさ、え、洗い物やってって言ったじゃんとか言われてもさ、いや、後でやるよ。置いといてくれたらやるから。みたいなこと言われて、言って、じゃあもういいわ。とか言われる時あったの。じゃあもういいわ。ちょっとさ、もう私はご飯を作る準備ができているので、君が今洗わないんだったら私が洗ってそのまま料理をしますわ。ことだと思うんだけど、その時は気づかなかったよね。今思うと今じゃなきゃいけなかったんだなって、今じゃなきゃお手伝いにならなかったんだなって。でもなんかこう生活する上でさ、出勤っていうのはないよって人もねいっぱいいると思うんだけど、だからこそ、まあ、隙間時間見つけてやろうとか言った時にすぐ行動するっていうのができるんだけど、まあこれがまた変わってったりとかしたりとか、まあそれこそ共働きでね、二人とも外に出なきゃいけないとかいうカップルは、あ、いないけどその場で文句が言えないっていう状態になってるわけで、まあ大変よね。だから私はきっとこう文句を言ってるけど、溜め込んでてもう我慢の限界で信じられないぐらいもう許せないってわけじゃないからこそ、今みんなにこの動画でね愚痴を言うぐらいで済んでるし、きっともっと深刻だったらさ、こんなとこで言ってらんなくてさ、もう直接対決になってるんだと思うんだけど、まあなんかそこで言って気分転換晴らして、まあこういうこともあるよね、あるあるって言ってくれて、頑張ってるよねお互い、あるあるって なれればいいやくらいの感覚だから、これがもっと深刻になってきたりとか、まあそれこそ言いたくても言えない環境だったりとか、お互いがすれ違ってたりとかするとなおさら難しいよね。多分これ悩み尽きないんだろうな、一生悩むんだろうなとか思っちゃうもん。だってそんなんで解決するようなことじゃないもんね。一生家事しないとかじゃないし。あ、おかえり、おかえり、ただいま、むっちゃおかえり、ただいま。あ、俺やるよ、ごめんごめん、はい、やるやる、変わるから。あ、大丈夫大丈夫、一緒にやろ。うん、今ね、動画撮ってんのよ。あ、動画撮ってんだ。うん、あ、これ撮ってんだ。そう、動画撮ってんのよ。おかみくんが最近家事をしてくれないよっていう話どう、自覚ある？まあまあまあ自覚ある。怒られる回数が増えた気がする。いや私は、いや忙しくてもうそれでね手一杯だからだったら全然じゃあ私やるわって感じなんだけど、最近のたくみくんは絶対ゲームなのよ。そう、うん、後でやるわとか言って、これ終わったらやるわとか言って、そのままやんないで次の日になって、次の日になってまあやるわとか言ってまたやんなくなって、それを3日ぐらいしさ過ごすっていうことをしてるわけじゃない、うん、って言いつつもどう思ってるっていうのを聞きたかった。悪いと思ってる。悪いと思ってんだ。思ってる。まあもう分かっているし、分かってんだよね。まあちょっと聞いてみようかなっていう今日は。あ、そういうこと？言ってみようかなって。なんか周期的なものもあるじゃん。じゃあ私がダメな時もあるだろうし、うんうんうん、今たまたまたくみくんがダメな時なだけかなとかも思ってたんだけど、いや言うべきなのかも分かんない。でも言った方がいいかなって、そう、言った方がいいかなとか言って、俺も言わない時あるけど、でも、まあ、言うべきだとは思う、お互いに。すみません、気をつけます。いいですか、別に変えなくて。いやもうなんか無理なら無理な方がいいよねって話もなったのよ心の中で。誰かと喋ってたじゃん。いやなんかその話してたらやっぱさ、こうちょっとさ、ね、考えが変わってくじゃん。今はたくみくんがやんなきゃいけないその洗濯畳むとかをたくみくんがやんないから私がやってるみたいな感じになってて、うん、そうするとやってあげてるになってるわけじゃん今は、うん。でもなんかもう無理なら、あ、なんかもう私の係ってなっちゃった方がやってあげてる感はなくなるし、自分の中で、うんうんうん、仕事としてやれるなって思えるから、うん、家事として自分のなんかそっちの方がいいのかもとか思いつつ。難しいね。じゃあ頑張ってください。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。何の動画これ？掃除と。ああ、なるほどね。してたのね。してくれたの、ありがとうございます。ということで、じゃあ今日はとりあえず維持ということですね。はい、このままでよろしくお願いします。たくみさんの怠慢改善していただくということで、はい、次またこんな感じの動画が出たらもうマジ無事切れてる可能性はある。私そう、それはそうだ。で俺も次撮るかもしれないからね。うん、そうね。イナピが全然やってません。怠慢してる可能性もあるからね。まあまあ協力して生きていこうや。はい。ああ、帰りきだ。で、ということで、また次の動画でお会いしましょう。
バイバーイ。